カウント。少し詰まっているが、レフト松山追いつきました。しかし犠牲フライには十分の飛距離でした。メッセンジャー帰って勝ち越し、4対3、江越の犠牲フライ。中田さん、こういう形がなかなか作れなかったんですね。そうですね、まあ、最低限というか、まあ、いい仕事しましたよね、はい、この1本が出なくて、やっぱ次のバッターに次のバッターにってプレッシャーが上がっていってね。まあ、今からもと感動の